アイン・クラッド・リュー。不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。僕に君のアインクラッド流剣術を。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど、頑張れユージを。諦めるな。自分を縛る者に負けるな。でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。わかった、教えるよ、俺の知る限りの技を。でも修行は辛いぞ。望むところだよ。本当にそれが僕の今わかったよ。僕はずっと君を待っていたんだ、キリト。この森で6年間君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ、ユージオ。本当に行くのね、ユージオ。うん、セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従いギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう、キリトも。
ユージを少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃ行けないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ、ああ。
はあ、困ったな。え、あの、はあ、困ったな。うん、はあ、任せろ。ありがとう。うん、よろしく。